どうも、トモハッピーです。はい、なんとですね、今日はご覧の通り、すごいね、豪華なメンツでお送りする回です。はい、まずね、右端から紹介させていただくと、大食いチャンピオン、マックス鈴木さん、いらっしゃってくれてます。イエーイ、お腹を空かせてきました。お願いします。お願いします。はい、次に、変なことしかしない YouTuber、あるいは脇手 YouTuber、長ネギさん、いらっしゃってます。よろしくお願いします。ええ、ありえ。これ脇毛ポーズ、脇毛ポーズ。はい。そしてね、カードゲーム系の視聴者さんにはおなじみ、はい、カードゲーム業界のヒカキンさんこと、シャマさん、いらっしゃってます。お願いします。頭脳で勝ちます。お、さすが。はい、今日はね、この4名で何をするかと言いますと、世の中に大食いのね、素晴らしさを広めたいマックスさんだったら、まずはやっぱり大食いかと。でも僕、大食いそんなできないんで、3対1でね、大食い対決、はい、今日はやっていきます。イエイ、お願いします。せこい。はい、せこい。でも一般人3人ってチャンピオン1人に対してちょっと心もとないところはあるんですけど、どうなんですか、マックスさん、その辺。いや、もう負ける要素が見つからないですよね。ですよね。はい、負け方わかんないって感じですよ。この間僕、ですね、22人の女子大生にハンバーガー大食い対決で勝ってるの見ちゃったんですよ。引き分けでしたっけ、勝ったんでしたっけ。引き分けてるの見ちゃったんですよ。22人相手に引き分けですよ。ただね、我々 YouTuber 連合軍、うん、本気ですからね、今日は。本気ですよ。本気です。はい、で、純粋な大食い量の勝負だと3人でも点で勝てないと思ったんで、今日は大食いかつ早食いってことで、カレー3キロのどっちが先に食べ終わるかっていう勝負でやっていきます、うん、はい、どうですか、ネギさん、自信のほどは。いや、もうね、今日は本当にマイスプーンも持ってくるほどにちょっと気合い入れてるんで、勝ちますよ。すごい、マイスプーンはすごい、うん、大きめのスプーンでガツガツ食べます。確かにね、このお店でこんなスプーン見たことない。シャマさん自身の方は、カレーは自分の中で2番目に好きな食べ物なんですよ。はい、2番目、世界で2番目好きな食べ物なんで、1番気になっちゃいますね。1番なんですか。1番寿司なんですけど。おお。まあでも2番目に好きなんで、一瞬ですよ、これ。僕もそれ一緒っすね、奇遇っすね。あ、奇遇っすね。寿司、カレー、ラーメン。寿司、カレー、ラーメン。はい、ちなみにね、今日は下北沢の僕の友達のコウスケくんのお店、アトリエさんがね、協力してくださって、このカレーをね、全部無料で提供していただいちゃいました、この動画のために。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと前に出てもらって、簡単にお店の紹介なんて入れちゃってもらえると嬉しいかな、なんて、はい、ここに、はい、ありがとうございます。どうも、初めまして、もうちょっと堂々と出てまっすぐ。どうも、下北沢で10年やってる下北沢アトリエというお店です。カレー、これ今日のカレーはこちら、いつも1杯550円で出してますので、毎日あるので、よかったらぜひ。ここはみんなでここでカードゲームしたりとか、みんなでピザ作ったりとか、いろいろイベントもやってるので、楽しんでみてください。お願いします。来てね、来てね。駅からすぐですから、駅から。あざっす。駅からすぐですから。僕もちょいちょい来てるんで、一緒に飲みましょう。はい、ちなみにね、シャマさんがさっき一番好きっておっしゃってた、はい、お寿司の食べ放題イベントもね、月1で開催されてるんですよ。はい、月1で本場の職人さんがね、来て握ってくれる、しかも食べ放題でっていう。あれが3000いくらでしたっけ。3500円で、はい、4000円ぐらい。あ、その日その日みたいな。3500円から4000円でお寿司食べ放題、種類もすごい、はい、僕もね、まだ参加したことないんで、参加してみたいななんて。しかも日本酒も結構あるんですね。はい、へー、日本酒強いよね、このお店はね。はい、はい、てな感じで、さあ、皆さん、準備はいいですか。はい、いつでもどうぞ。審判長、長谷部さん、はい、お願いします。はい、じゃあ皆さん、準備いいですか。おー、はい、お、一つだけいいですか。はい、これ、全部食べ終わって、はい、もぐもぐがなくなって、あーで終わりですか。もぐもぐがなくなって、そうですね、3、多分今これ20分なんですけど、はい、終わって、もぐもぐ終わって、ごっくん、あーで終わり、あーで終わり。お米一つもなんですよね、はい、きれいに、はい、きれいにいきましょう。そうですね、はい、ないと思うんですけど、大食いではないと思うんですけど、もし何か揉めることがあれば呼んでいただければ。おー、はい、一応ないとは思うんですけど、ね、おー、始まる前に水飲んでもいい
ですか、ちょっと。あ、大丈夫です、それは。ちょっと、一旦水。一旦ちょっと、戦略的に。水飲んだ方が食べれるの？一応、マックスさんのチャンネル見てると、水は結構大事っていうことが分かります。飲みながら食べてる。ちゃんと勉強してる。口の中に物を入れすぎないのがいいですよ。あ、入れすぎないもん。それおにぎり30秒チャレンジ、1分30秒かかった僕よく理解します。全部一口で、全部一口で入れたら大変なことになりました。よし、大丈夫ですか皆さん。はい、はい、はい、お、はい、スマホ置いて、はい、座ってない、座ってない、手を膝の上、はい、はい、いきますよ、よーい、ハッピーハッピー、いただきます、いただきます、これ大事、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 やばい、やばい、やばい、難しい、まず食べるのが難しい、早っ、え、一つから終わんの、早っ、うま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 っ、あ、店長これガチなんじゃないですか、ガチのやつです、めちゃ美味しい、おい、ゆきちゃん喋ってる、喋ってください、美味し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 い、うまい、今ね、まだ一人一個も食ってないけど、マックスさん2杯目食べ終わりました、あっ、え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 っ、うん、マックスさん2杯目終わり、マックスさん3杯目、早っ、しかもマックスさんの皿の方がでかいからね、こっちまだ1杯ですよ、あ、2杯、オニオンうまい、うまっ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 、早っ、3皿で完成です、早っ、濃厚系のカレー、はい、玉ねぎいっぱい入ってます、本当にうまいな、どうです、はい、玉ねぎ2本円、です、てか、ネギちゃんそのスプーンでかいのにまだいっぱい、全然トイレさんマックさん、たぶん4杯目、わわ、うん、それやめんですか、おーい、おい、いける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 あー、細かい細かい、わっ、今のうち見て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 、こっちもガチだ、勝つなんじゃないですか、あー、頑張らないと、負けるよし、これでちょっとは稼げた、ネギさん、こっちも負けてください、こっちも負けてください、はい、おーい、いい負けですね、いただきます、何よ、4皿で、ちょっと5皿目終わりで、こっちの皿ちょっとちっちゃいから、こっちのチームはまだ7皿、もう終わりました、おー、大体ペース同じくらいですね、そうですね、したいです、いや、飽きなかったらもう食べる、早いね、もう5、一歳じゃん、マックさん6、マックさん全余裕、お前でもちょっと顔があるの、目からカレー入れる、もう食べたか、入れすぎるよ、友達が入れすぎて、入れすぎて食えなかった、お、すごい、マックさん何皿、7皿目終わり、すごい水ハッピー、水ハッピー飲めよ、水ハッピーで笑ってます、めちゃめちゃ笑ってます、チャンス大変だね、バクトが助けんなの、マリさん、よし、おい、後半いいですね、はい、こっちも8皿終わりました、シャンさん普通に、シャンさん普通に食事楽しんでるもん、後半ロイプよ、ベース落ちないんで、ベース落ちないで、ハッピーチームいいでしょ、いいでしょ、まだあの、そのハッピーチームの方が早いかな、うん、暴き家のせい、トワーピー結構食べてますね、トワーピーチーム大体半分終わりました、ちょうど今半分、めちゃめちゃ小さい、マックスさんは気合入ってきた、気合入ってきた、マックスさんも半分、ちょうど今同点ぐらいかな、半々ちょうど統計としました、トワーハルくん早いな、でも、いや、すげえ、やめやめ、11ってのほんま、ほんま、すみません、完璧、
ちゃおうかな、僕。マックさんが12。カッサ大丈夫ですか？これ、低いから低いですね。カッサさん、ペース落ちてないですね。むしろ上がってるぐらい。もうこっちなんか終わったみたいなのがありますけど。ペース上がった。こっからこっから。チキン中に水がさ、なんかチキン中の食べ物が溜まりすぎたって13終わりますね。おい、やばいやばい、運転手が見えるみたい。早くステカードオープン。おわ、やばい、どっちだ、大きいスプーンになりますよ。ドラッグカードお前も見ます。おースプーン、何すか、サマさん、それトラップカード発動。これで2ターン封じます。これもちょっと、これもちょっとね、腹が溜まってきたから、ちょっとそろそろ使おうかな。おお、忍法、代わりにの術。おお、はい、こっからジャンプカットで、なんかお元気だと。おお、やばい、やばい、天守、天守、天守、うまい。ここにさ、今多分5対5。やばい、いい勝負、いい勝負、いい勝負じゃない。遅くなってない。店主、早く。あれ、早く食うのってきついんだよね。うん、なんかすごい、店主、冷静感自分で作ったから、食いそうじゃん。うまい、うまい、うまい。パックさん、あと4。やばい、やばい、やばい。うわ、お、何やった、やばい、カメラマンが邪魔してます、まさかの。うわ、喧嘩してしまった、封印が解かれた。やったぜ、やばい、やばい、来たんだ。マークさん、聞いてください。私、脇毛だけじゃなくて、へそ毛も生えてるんです。へそ毛、へそ毛、見てください。マークさん、見てください。それカレーにトッピングしたら合うんじゃないですか。あ、トッピングします。いいやつ。よし、行け。相当の100倍ぐらいダメージ強い。結構あるというの、トラウマにならないから大丈夫かな。さっきカレーはテーブルに出してたもん。ビールビール、ビール、ここスイキャン、スイキャン、ビールで友達のホームに越してる。あ、お兄さん、何する？あと4。お兄さん、4皿目3です。やい、何も食べて、うん、オッケー、おいしい。ケンジ、頑張りましょう。あと3、あと3、2っていいんです。あ、結構いけるかも、これ。マックスさん、残り2皿、連合軍、残り4皿。いやー、さすがにやばい。早く、早く、お、ビール、なぜかここで、店主はビール、なぜかここで玄関で飲めるからって、調子に乗りやがって。あ、詰まってる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 。チャンさん、ビール大丈夫ですか？いや、いやですよ。ネギさん大丈夫？めっちゃ飲みたい。ネギサワー、じゃあネギサワー1杯お願いします。ネギサワー、おぉ、作ってくれに行ってない。マリコさん、マリコさん、これカメラ撮ってない発見したんだよ。本当にネギサワーで準備しますか。ネギサワーです。ネギサワーですか。でも、いい気分に感じます。いや、ビールでいいよ。これ想像以上にある、これ。はい、今、ネギサワー準備して頑張ってます。お、マックさんラスト、マックさんラストです。わぁ、マックさんラスト、マックさんが、何やってんの、ちょっとビール飲ませてよ。やばい、うん、あ、そう、変身しない方がよかったな。おぉ、今、今、よしよしよし、やばいやばい。うん、うん、食べ終わって、あ、です。食べ終わって、口あ、です。みずみずみず、ちょ、あー、おーっと、マックスさんが全部口に入った。テンス早いですよ、早い。はい、どうぞ、泳げ、お、飛んだ、うまい、終わりました。あ、早っ、マジか、これめちゃめちゃ早い。これ割と冗談抜きできついですね。うん、ここまでさ、いいですか。ネギソワ、あ、ネギソワ
ネギ入っとる。いや、なんかこれ最初良かったんですけど、辛くなってきますよね。だんだんじわじわ辛みが押してくれ。いいんですか、だって、いいんですか。いただきます。やった。どれくらいの速さで食べるのか見たかった。うん、え、うん、いや、うん、このスプーンは爆サイドだった。しかも最後めっちゃ綺麗になってる。うん、全部おいしい。すごい。ありがとうございます。すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ口すっきりさせてた、ね、だってちょっと余裕出したね。全然待ってくれてたし、僕らが追いつくの。僕はね、米粒残さず、うん、正直言うと、まあ、早食い運でもあるんですけど、うまいっていう。うまいっすね。だって俺の今の頭の中、半分うまいで半分脇切れですからね。それしか残ってない。俺マジでドラマになってねえから大丈夫かな。途中で脇毛見せられてもうまかったカレーってすごい。すごい座る位置完璧だった。いや、マックスさんの隣立つ右側っていう。お兄さんね、逆サイ、逆サイはないですからね。逆サイはない。本当だ。すごい。すごい。脇毛してる。逆ないですか。逆普通です。ちょっと触ってください。なんだこの。汗かいた。マクさんは、マクさんは大丈夫ですか。一応チェックしちゃった。あ、だ、もう。マクさんが結構。一刻も早く、記憶から消した。なんでですか。はい、ってな感じでね。分かっちゃいたんですけど、我々ね、YouTuber 連合軍3人がかりで、マックス鈴木さんに勝てずでした。残念。マックさん、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。でも、本当、思ってる以上に皆さんが早くてびっくりしました、本当に。いや、結構本気で頑張ったんですよね。本気出しましたけどね。途中、出たがりの店主に変わりましたけど、俺。店主、言うてそこまで早くなかったですからね。結構食ったよ、俺。だって、結構食ったよ。あれだったら続けた方が良かったよ。あの手、この手をね、駆使してね、我々、必死でチャレンジしたんですけど、いや、さすがチャンピオン。もしちょっと思ったのは、はい、台があるんだったら大好物のお寿司あるし、おあれなのかなって一瞬思いました。おいいですね。ここでまたここに来てくれるんですか。もちろん。おやった。ちなみに僕寿司超得意ですよ。得意。じゃあ今度10人がかりでいいですか。さあ来い。おマジでいくぞ。うわ、負けへんで。やるぞ。ただ脇毛はちょっと欲しい。はい、そんな感じでね、大食いチャンピオンマックス鈴木さんを呼びして、はい、我々初の大食いチャレンジやってきたんですけど、どうでした、ネギさん、大食い楽しかったですか。いや、楽しかったし、初めてね、隣でぶわーって食べてるの見て、あと、脇毛ちゃんって呼んでくれて嬉しかったです。おプレッシャーすごいっすよね、マックスさんの隣って。いや、もう間違いなく、ね、ずっと見ながら食べてたんで、やばいです。やばかったです。ありがとうございました。サマさん、どうでした。マックスさんが最初にこの途中からこっちが止まるっておっしゃってたんですよ。はい、最初は早いけど途中が止まる、まさにその通りになって、本当すごいなと思いました。もう改めて尊敬しました。ありがとうございました。確かにマックスさん言う通りでしたね。言う通りでしたね。最初5杯は良かったんですけど、その後なんかってなる、ちょっと口になんかどんどん物が溜まってくるんですよね。効率よく噛めてないものが。はい、いやでも大食い楽しかったですね。初めての楽しかった。ちょっとまたマックス鈴木 TV 見て我々鍛えてまたチャレンジ。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日はね、下北沢アトリエから、我々トモハッピー、シャマさん、中根木さん、マックス鈴木さん、すいません名前の順番逆でした、マックス鈴木さん、中根木さん、シャマさん、トモハッピーで、お送りしました。ご視聴ありがとうございました。無音。ありがとうございました。ありがとうございました。僕から一言だけ、お願いします。ちょっとだけ、大食い早食いは、決して良い子は真似しないように。あ、大事、大事ですね。大事です。我々はプロのマックスさん監修のもと行ってますね、今日は。何かあったらマックスさんが全部助けてくれるっていうね、状態でしたんで、よかったですけど。
感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。次は寿司だ。